アーキテクチャへようこそ今回のゲストは株式会社きの駒井悠人さんです本日はよろしくお願いいたしますでは早速ですが株式会社きとこちらのアーキテクチャについて簡単な説明をお願いしますはいきはモバイルゲーム事業をはじめリアルエクスペリエンス事業を展開する総合エンターテインメント企業です本日は1000以上のコンテナを常時稼働させているアーキテクチャをご紹介いたします ワークロードとしてはモバイルゲームのバックエンドシステムですあかつきでは複数のゲームタイトルを運用しており一つタイトルの事例を出しますと株式会社スクエアエニックスからリリースされているロマンシングサガリ・ユニバースがありますこのゲームサーバー開発をあかつきで行っていますロマンシングサガリ・ユニバースは日本のスマホアプリストアだけで1500万ダウンロードを達成しており非常に多くのプレイヤーに遊んでいただいておりますリ・ユニバース人気ですよねありがとうございます そちらのバックエンドとしてこちらのアーキテクチャが使われているとのことですが、どのようにユーザーからのリクエストを処理するのでしょうか、はい、モバイル端末から API リクエストを受け付けてゲームのロジックを返すというようなシステムになります。例えば、モバイル端末では敵を攻撃するといったようなコマンドを実行すると、サーバー側ではその条件に伴うダメージ量を計算してレスポンスするといったような処理です。リクエストは ALB を通って EC2 ベースの ECS にアクセスし、 プレイヤーデータはオーロラに格納されキャッシュ情報などはエラスティキャッシュに格納していますゲームロジックを ECS 上のアプリケーションで計算してクライアントにレスポンスをするといったような処理になりますゲームというのは非常に新しいイベントなどを開始すると非常に多くのプレイヤーが一斉にアクセスすることがありますそのためシステムが非常にアクセス集中することがあるのですが EC2 と ECS を連動させてオートスケーリングするような仕組みにしています EC2 をオートスケーリングしてスケールアウトするとこの起動完了イベントをクラウドウォッチイベントで検知しラムダで ECS のタスク数を制御することで EC2 と ECS を連動してオートスケールさせかつ2分程度の速度でスケールさせることを実現していますモバイルゲームではスパイクが問題になりますもんねそんな中検出してからこう2分でスケールを完了させていると,ということは素晴らしいですね では、このアーキテクチャーでどのような点にこだわられましたかはい。システムの同時接続性を高める工夫を徹底的に行っている点です。ピーク時は1分間に100万リクエスト以上来ることもありますし、コンテナ数でいうと700コンテナ以上をスケールすることもありました。しかし、それでも安定して稼働させることができました。毎分100万リクエストの700コンテナですか。はい、それはすごい規模ですね。一体どのように安定した運用を実現されたのですか はい、システムの同時接続性を高める工夫としては5つの観点で負荷テストをしています。1つ目はアプリケーションのパフォーマンステストです。クライアントの挙動を模擬するような負荷テストのツールを使ってシステムに負荷テストを行います。サーバー側ではアプリケーションパフォーマンスモニタリングのサービスを使ってアプリケーションのボトルネックを特定し改善していきます。 2つ目が、えー、過負荷テストです EC2 や RDS に CPU が100%になるようなカフカをかけて、ボトルネックを特定するようなテストです。例えば、負荷テストをして EC2 にカフカをかけたときに CPU 使用率が70%程度でエラーが出始めた、えー、こういったときにリソースを使い切れずに、えー、どこかパラメータ制約に引っかかってるんじゃないか、えー、こういったことを検知し、OS だとかデータベース、ミドルウェア、アプリケーションのパラメータチューニングなどを行っています。 3つ目がスケーリングテストです。垂直分割、水平分割したようなデータベースがきちんと分散されているか、もしくはスケールアウト、スケールインがきちんと動作するかといったようなことを確認しています。かつシステムに対するアクセス流入の予測に対してこのシステムの規模感が妥当かどうかというようなシステムのサイジングも行っています。4つ目が、えー、障害テストです。やにわざと障害を起こして サービスが継続するかというようなことを確認します例えば負荷テストをしている最中にオーロラにをわざと障害を起こしますそうしたときにサービスが継続するかどうか継続しない場合はその原因を突き止めたり、えー、自動リカバリーの仕組みを、えー、作ったりしています5つ目が長時間テストです丸1日など長時間負荷をかけ続けることでメモリーリークなどが発生しないか、えー、そういったことを検知するようなテストです このような負荷テストをすることでさまざまな観点のチューニングを施しシステムの同時接続性信頼性を高めていますなるほどこのように入念なテストを行うことによって安定した運用を実現しパフォーマンス改善を行っているのですね素晴らしい取り組みですありがとうございます。ではこのアーキテクチャでどのようなことが実現されましたか、はいえー。サービスリリース当初は予測の数倍以上のトラフィックが来ることがありました、えー ビジネス的にはスマホアプリストアでランキング1位を取ったこともありますしシステム的には先ほども申しました通り1分間に100万リクエスト以上来ることもありましたそれでも安定してシスマー稼働していますかつこの負荷テストの仕組みオートスケーリングのアーキテクチャなどは他のゲームタイトルでも採用しておりかつき全体で1000以上のコンテナを常時安定して稼働させることができています素晴らしいですね会社横断で使われているアーキテクチャなのですね それはビジネスインパクトも非常に大きいものになりますね。はい、では、えっと視聴者にあこちらのアーキテクチャでえっとさらに改善をしたいポイントであったり、この開発予定している機能というものを視聴者の方にお伝えください。はい、えー。自動で負荷テストをするような仕組みを検討しています。えー、ゲームのはアプリケーション日々進化しています。バージョンアップのたびに負荷テストをしているんですけれども、より早くより自動で負荷特性の変化を検知するために自動で 継続的に負荷テストをするような仕組みを検討していますなるほどそれは開発や運用がさらに効率化されそうですね最後に視聴者の方に向けて何かメッセージはございますかはい、えー、ロマンシングサガリユニバースは現在グローバル化バージョンを開発中ですぜひお楽しみにしてくださいありがとうございますグローバル版楽しみですね今回のアーキテクチャではモバイルゲームというスパイクの発生しやすい状況においてスパイクを検出してから2分でオートスケールを完了させる そして、それによって安定した運用を実現している。といったアーキテクチャーの説明をいただきました。小井さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。視聴者の方も、ぜひ参考にしていただければと思います。これが暁の This is、あかつきの利水詰まりアーキテクチャー。